À quoi va-t-il donc jouer? Bon, tu te dépêches le chargement là? Bon, normalement, les puristes devraient avoir déjà vu ce que c'est. Bon, ok. Voilà. Atelier Meruru! Apprentice of Inland! En hommage à Sterkenburg Kranach. Et puis aussi parce que comme dit c'est un cadeau de Noël offert par ma petite chérie d'amour. Voilà. Et puis tant qu'à faire, c'est pour célébrer aussi la sortie sur le PSN PlayStation Vita de Atelier Ayeshia Alchemist of the Disc Sea. Donc la version plus. Voilà. Press start button. オプション、ジャパニーズ。これでいいかな、これでいいかな。プロクシー、ここで何が起こるの？分からLongtemps que j'ai lu ton résumé, Chiaoudé, de ton test. Très longtemps. Bien, le jeu est sorti en 2002. Nous sommes aujourd'hui en 2015. Vous êtes là pour voir du gameplay de base. Hime-sama, ohayou gozaimasu. Onjitsu wa gozen chuu ni sanjitsu to lekishi no jigyou wo. Gomo kara wa reigi sahō no fukushū wo okonau yotei to natte orimasu. Super, cours de maths et cours d'histoire. Rufus Falcon. またお逃げになられたか。まったく困ったものだ。行き先はおそらくあそこだろう。
デジエ様がお嘆きになるな。やったね、脱出成功。お城でじっとなんかしてられないよ。L'avantage est qu'il faut changer ce qui nous fait bouger les personnages. Les Gusts font de très très bons jeux. ここはアールズ王国。アーランド共和国から遠く離れた北西の方にある小さな国。アーランドと違って機械も錬金術も何にもないの。逆に何もないのが特徴かな。私の名前はネルルリンス・レーデ・アールズ。みんな私のことネルルって呼ぶの。ネルルってあれ、私はこの国のお姫様。今の暮らしに不満はないけど、やっぱり少し退屈かな。ってわけじゃないけど、いつの日か本や夢の中でしか見たことのない世界をこの目で見てみたいって思ってるんだ。Qui a été sponsorisé entre guillemets par Lorona, héroïne du premier opus. Totori sensei, mata chogou chou ni nechatta no? Oh, ii nioi. Nani o chogou shite run daro? Tabemono kana? Sukoshi kakimazeta hou ga hayaku kansei suru kana?よし、私が調合の続きをやっちゃおう。なんたって私は先生の弟子なんだもの。お腹も空いてるし、勝手に触ったら怒られちゃうかな。でも吹きこぼれそうだもんね。ちょっとだけかき混ぜてみよう。ちょっとだけならきっと大丈夫だよね。トトリ先生はこんな感じで、あれなんか急に変な匂いが、
き混ぜるの足りなかったかな。ぐーるぐる、ぐーるぐる。なんだか、もっと大変なことになっちゃったけど。サトリ先生、これはその先生の代わりに。あ、メルルちゃん、そんな風にかき混ぜたらいけない。そうじゃなくて、もっとゆっくり素材を少しずつ別の形にするイメージだよ。え、トトリ先生、怒ってないんですか？怒ってなんかないよ。最初は誰だって失敗するものだし。そうだ、せっかくだからこれを作ってみて。これなら簡単に作れるよ。でもどれもかき混ぜ方が大切なの。タイミングはさっき教えた通りだよ。いいんですか？私勝手に調合しようとして失敗しちゃったのに。失敗した経験を次に生かさないと意味がなくなっちゃうから。大丈夫、次はきっとうまくいくよ。わかりました、やってみます。C'est vrai qu'il y a un pourcentage de succès qu'il n'y a. Quoique, si je crois qu'il est aussi dans Escape. Sauf que je faisais pas attention. Non, je crois pas. Ouais, ça, je sais. になりたいって私に言ったその気持ちが本当かどうか確かめたかっただけなんだ。一番大切なのは気持ちだから。本当に錬金術のことが好きかどうか、頑張って続けられるかどうかってことね。なるほど。でもこんなにあっさり錬金術師になれちゃっていいんですか？もちろん一人前
うけど、初めの一歩に合格したってことだよ。そうか、そんなに甘いものじゃないですよね。でもこれで錬金術師、みんなびっくりするだろうな。それじゃあ改めておめでとう。これからもよろしくね、錬金術師さん。はい、頑張ってトトリ先生みたいな立派な錬金術師を目指します。これからもよろしくお願いします。先生か、メルルちゃん、その先生ってのはちょっと。でも私にとっては先生は先生ですし、ちょっとくすぐったいけど、わかったよ。ロロナ先生もこんな気持ちだったのかな。あ、でもお姫様が錬金術をするなんて許してもらえるの？お父さん反対したりしない？大丈夫ですよ。お父様は心の広い人ですし、私がお願いしたこと今までだって何だかんだに認めてくれてますから。それならいいけど、じゃあ早速だけど錬金術の基礎のおさらいだけやっちゃおうかな。はい、立派な錬金術師になるためなら私何だってやってみせます。ちょっと待って、誰か来たみたい。失礼します。姫。ケーナ。Servante du château, Keina. Svaya Keina.と着替えを持ってきました。どうぞお顔を洗ってこちらの服にお召し替えください。服？別に汚れてないと思うけど。あのルーフェスさんが見逃すとでも思っているんですか？もしここにいることがバレてしまったら。ふぅ、お説教フルコースだね。わかった、すぐに着替えるよ。では姫様、両腕を上げてください。コルセットをお付けします。はーい。これでもうちょっと右。結構です。では留め具をお付けしますね。ねえメルルちゃん、着替えいつも手伝ってもらうの？はい、小さい頃からずっとですけど。何か？あ、ううん、姫様なんだし別におかしくはないのかな。ねえケーナ、そういえばどうして私がここにいるってわかったの？昨夜から姫様はそわそわしておいででしたから。そして朝一番にお城を飛び出していったとあれば、行き先はここしかありません。ケーナには全部お見通しだったのね。じゃあタオルと着替えを持ってきたのは？錬金術はとても難しい術だと聞いております。特におっちょこちょいな姫様の性格を考えれば、姫様は高確率でススだらけになると思ったんです。すごい完璧な推理。もしかしてメルルちゃんの行動すべてお見通し？小さい頃から姫様のおそばで仕えていますから。ケーナは私のことを何でも知ってるんです。でもケーナ、約束を守ってくれないと。公式の場以外では私のことは名前で呼ぶ約束でしょ？え、でもここはトトリ様のアトリエですし。いつもの通りに呼んで、トトリ先生は私の先生だもの。早く。わかりました。メルル。うん、やっぱりこの呼び方の方がしっくりくるよね。だって姫様なんてね。はいはい、わかりましたから、着替えもおしまいです。メルル、これからどうします？ルーフェスさん相当怒ってたみたいでしたけど、雰囲気がもう。お
表情なルーフェスのお説教フルコースは想像するだけでもきつい。いや、でもデジエ様も心配しておいでです。一度お城に戻った方が。戻りたくないよ。ねえ、トトリ先生、錬金術のこともっと知りたいんですけど。まったくもう、やることが済んだらちゃんとお城に戻ると約束してくださいね。わかってるよ、ちゃんと約束するから。トトリ先生、続きお願いします。それじゃあ、調合の大切なお仕事のこと教えてあげるね。それはズバリ素材集め。錬金術はまず材料となる素材を集めるところから始まるんだよ。材料がなかったら調合できないからね。材料を集めるために採取地に行ったり、未知の場所を探索することもある。とっても大切なお仕事なんだよ。あ、すごく面白そう。わかりました、私それやります。待ってください、町の外に出るだなんてダメですよ。そんな危ないこと。それほど強くないとはいえ、町の外に出たらこの辺りにも魔物はいるんですから。大丈夫、錬金術師になるためには勇気だって必要だよ。勇気と無鉄砲は別物です、メルル。まったく言い出したら聞かないんだから。トトリ様からも何とか言っていただけませんでしょうか。まだ早くありませんか。採取は調合の基本だし、できたらやってほしいけど、最寄りの森ならすぐそこだし。ほら、トトリ先生もこう言ってることだし、確かにあそこなら昔よく行ったじゃない。全然危なくなんかないよ。仕方ないですね。では私もお供します。それが外に出る条件です。でもな、ケーナが来ても不妊の手程度も役に立たなそうなんだけど。だからいいんじゃないですか。私のことちゃんと守ってくださいね。無茶して。わかった、わかりました。じゃあトトリ先生、行ってきます。はい、気をつけて行ってらっしゃい。あ、それじゃあこれ困ったら使ってね。少しは役に立つはずだから。ウェイ、あ、ありがとうございます。ありがとう、トトリ先生。じゃあルーフェスが来ないうちに出発。Kena joins the party. And now, ikuze! Wait, kurite. Toute la base des ateliers de toute façon. La collecte d'objets, d'ingrédients pour faire des putains de combinaisons de synthèse à la mort. Totsak! Ça, sozai wa atsume yo! Hisashiburi ni kimashita kedo, natsukashii desu ne.町の近くの森ですし、魔物の心配もしなくて大丈夫でしょうか。私がいるから大丈夫だよ。魔物が出てきたってやっつけちゃうからかかってきなさい。そんなこと言って本当に出てきたらどうするんですか。さ、早く採取してしまいましょう。冗談冗談。それじゃあサクサクっと終わらせちゃおう。Ah, je passe parce que voilà. Je sais très bien ce que ça, comment ça se passe. あんまり奥に行かない。
帽子。メルル、そろそろ帰りませんか。デジエ様も心配されるでしょうし。ケーナは心配性だな。もうちょっと素材を集めたいな。もっともっと奥に行ったらもっといい素材があるかも。ちょっと見てくるね。あ、待ってください、もう目を離すとすぐこれなんだから。先生を喜ばせてあげよう。楽しみ。Je viens d'apparaître. やるしかありませんよね。もちろん行くよ、ケーナ。 Enemy symbol. Et si j'appuie sur carré, je peux anticiper le combat. Alors, je sais que...お帰りなさいませ、姫様。お待ちしておりました。あのね、ルーフェス、これは午前中は算術と歴史の授業、午後からは礼儀作法の復習。その予定を全く無視し、町はおろか町の外まで出ていた理由は後ほどデジエ様の前でお聞きするとしましょう。表情の圧力、何年経っても慣れないな。
ça. T'es moche. Otosama, tadai. Konna jikan made. Ittai doko ni itte itan da ne?勝手に城を抜け出したりしないとあれほど約束していただろう。ごめんなさい、お説教は後でちゃんと聞くよ。その前にちょっとお願いがあるんだけど。ダメだ。 まだ何も言ってないよ。お前の願いはいつだってろくなものじゃないだろう。どうせ姫を辞めて旅芸人にでもなりたいとか言い出すんじゃないか。ううん、違うよ。私、錬金術師になりたいの。錬金術師か。それならまあ。何？錬金術師？うん、いいでしょ。絶対にダメだ。よりにもよって錬金術師とは。私は絶対に許さないぞ。どうして？立派な仕事じゃない。我が国にはトトリさんという一流の錬金術師をお招きしている。それで十分だろう。何よりお前には王女としての役目を全うする義務がある。役目って何よ。この国アーランドと合併してなくなっちゃうんでしょ。ちょっと錬金術をやるくらいいいじゃない。アーランドとの合併は5年後。その日が来るまで私たちは王族としての責務を果たさねばならない。王族の責務って、つまんない勉強して礼儀作法を身につけることが責務なの？国を守り発展させること、そしてそこに住む民を導き豊かな生活をもたらすことと存じます。その通りだ。王族として生まれた以上お前にはその責務がある。この国がちっとも発展しないのはどうして？お父様はちゃんと王族の責務を果たしてるの？へりくつを言うんじゃない。とにかく錬金術師だけは絶対にダメだ。わかったね。もういい。お父様のおたんこです。おたんこなす？こら、メルル、待ちなさい。毎度のことながらあの子には驚かされるな。まさか錬金術師になりたいと言い出すとは。冗談ではなさそうですね。いつもとは違って本気のように見えましたが。確かに今回は少し様子が違うな。しかしどうすればいいものか。陛下、ご提案があるのですが。陛下のご心配と姫様の望みを解決する一案としてお聞きください。ああ、困ったな。つい飛び出してきちゃったけど、これからどうすればいいんだろう。待ってください。これからどうするのですか。あの様子ではデジエ様はとてもお認めにはならないかと。もちろん私は絶対に錬金術師になる。こんなことで諦めたりしないよ。絶対負けない。でもお父様をギャフンと、あ、じゃなかった。納得させるにはどうすればいいんだろう。おい、あ、ダイヤス君、門番のお仕事ご苦労様。その門番としては
お姫様に頻繁に出入りされると立場がないんだがな。少しまた暴走して兄貴に迷惑をかけてるんじゃないだろうな。暴走なんてしてないよ。そりゃ少しは迷惑かけてるか。自覚はあるようだな。あんたと違って兄貴は忙しいんだ。あまり手を焼かせるなよ。うん、なるべく気をつけるよ。それでしょぼくれた顔してどこに行くつもりなんだ。え、それはどこだっけ。ひとまず小鳥様のアトリエへ行くというのはどうでしょう。そうだね、先生なら相談に乗ってくれるかも。それじゃあまたね、ダイヤス君。ま、おい、ちょっと待て。たく、どうせ言っても聞かねえし、行き先も分かったし、ほっとくか。それにしても、あいつまた何かやらかしたのか。面倒なことにならなきゃいいけどな。ちゃんと集まった。それが実はそれどころじゃなくなっちゃって。王族の席も王国の発展か。やっぱりお姫様って大変なんだね。それでメルルちゃんはどうするつもりなの。もちろん諦めきれません。ようやくトトリ先生に認めてもらって錬金術師としての一歩を踏み出したのに、このままじゃ錬金術師になって退屈なお城の暮らしから抜け出してアールズの外の世界に行くって夢も叶えません。本音が出ましたね。まあずっと外の世界に憧れていたメルルですから仕方ありませんけど。だから私、お父様が認めてくれるまでここから動きません。それはトトリ様に迷惑もかかるのでは。私は平気だよ。このアトリエだってメルルちゃんが自由に使っていいんだから。でもお父さんの協力なしに錬金術をやるのは無理だよね。そうなんですよね。どうすればお父様に認めてもらえるか。そうだな、錬金術が国の発展に役立つってことを証明すればいいんじゃない？なるほど、国の発展か。さすがは先生です。でも具体的にはどうすればいいんですか？なんだろう、そこまではわからないな。国の発展に役立つもの、ではルーフェスさんに相談してみませんか？アールズ王国のことを誰よりも知っているのはあの方ですから、いい答えを出してくれるはずですよ。ルーフェスか。協力なんてしてくれるのかな。反対にお説教されちゃいそう。ルーフェスさんは苦手なんだね。それじゃあ明日私が行って話をしてくるよ。二人とも採取で疲れたでしょ。今日はここに泊まっていって、頑張るのは明日からだよ。
Ah ok, en fait, elle écrit son propre journal. Carotte pudding. Mais je vais vous montrer le début du jeu correctement. Donc là, je crois que la vidéo est trop trop longue. Et vous verrez la suite de toute manière aussi la prochaine fois. Voilà, voilà! C'était Atelier Miru sur PlayStation 3, mais qui existe aussi en Atelier Miru Plus sur PlayStation Vita, mais uniquement en démat. Après la version boîte japonaise. A vous de. Ciao, ciao.